今日は朝からの北寄りの風がだいぶレースに影響しています。その風この時間帯も収まりません。スタートライン上追い風が吹く中、いよいよベスト18の対決です。一つ目の準優勝戦第10レースを迎えました。対戦メンバー1号艇埼玉加藤隆、2号艇広島上平慎二、3号艇福岡増田啓二、4号艇愛知斉藤和正、5号艇香川平池一志、6号艇福岡松下隆、以上6名の対戦です。一つ目の準優勝戦はパワー2強対決に注目集まりました。さあインと角に構えそうです。予選3位の勝ち上がりとなりました1番の加藤隆、予選で見せたパワーはエースモーターにも負けていません。1番の加藤陰線、さあ両サイドに強力パワーどうしのぐか、2コース2番の上平慎二、今日がバースデー、そしてその隣3番の増田啓二が3コースから、4コース角一は4番の斉藤和正、エースモーターこの位置でさらにそのパワー威力が生きるでしょうか。当然エースモーターのパワーに乗っていきたい5番の平池、6コース6番の松下、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。やはりスリット付近では4番斉藤伸びていきます。しかし内が壁になっている。3コース3番増田が先に仕掛ける、イン先前1番の加藤、内が空いた4番斉藤を刺してきた。やはりこうなりますとエースモーター一気に刺して突き抜けました。スタートは前提正常です。残す加藤ですが、内2番の上平と並んでいます。2番手2マークの旋回は先頭で4番の斉藤が回る。2番手2番上平、外から1番の加藤でホームストレッチ。2番手ここはやや抜け出したか、2番の上平が2手進ほどリード。これから2周目、先頭4番の斉藤、2番手2番上平、3番手からの逆襲はなるか。1番の加藤この後ろは内をついて3番増田、4番手2周1マークを先頭でクリアする4番の斉藤、2番手は2番の上平ですが、ここで離された1番加藤は3番手の位に交代。3番増田に変わされました。1番加藤は4番手まで下がってしまいました。しかしまだ一定審査、ここは食らいつくところの圏内です。2周2幕の旋回です。3番手3番の増田のどう後ろどう攻めるか、外を回る形になりました。ここは完全に離されました1番の加藤。これから最終周回、先頭4番の斉藤和正、リードは5手進と広がりました。2番手水槽は2番の上平、そして3番手が3番のマスター、最後のバックストレッチに移ります。やはり4カドが一番このエースモーター持ち味生きるところでしょうか。刺して突き抜けたエースモーター4番の斉藤和正、ここ1番の勝負どころ、さすがのパワーでした。4番の斉藤、勝ち上がり1番乗り、続いたのは2番の上平、そして3番手3番マスター、無念1番の加藤、最後やや内から差を詰めた3番手接戦か。アウトコース優勢3番のマスター優勢、先頭4番斉藤合輪、2番上平合輪、3番マスター1番加藤の順で合輪、6番松下合輪、5番平池合輪、